どうもー、世界が少ない100億人のカラコマの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。はい、10月26日の朝です。朝です。今日珍しく晴れてまして、晴れてまして久々にな、はい、久しぶり気持ちがいいです。気持ちがいい。気持ちがいいすぎて寝すぎました。寝すぎたよ。現在11時43分寝たなー。もうしょうがねえな。はい、ただ動画ね、結構溜まってるんで、まあ明日は一日打ちたいんでね。そうね、ちゃんと早く起きて、8時前に起きてね、やらなきゃいけないんで、今日のうちにできる動画編集をやりましょう。そうね、相当きちいけど頑張ろうね。うん、はい、僕の目標はやはり今日もしっかり動画を撮るっていうところですね。パチバーガー、知り合いのパチバーガーさんという YouTuber のあのパチンコ動画上げてる方がですね、ほぼずっと、もう入った瞬間からいつもインスタがあって、何そんなの撮れてるんですかって、ほぼずっと下で回してますって言ってて、すげえなと思って。すごいよね、正直できないよね。そこまではちょっと僕もできないですけど、12時間こうやってやるわけですか、そうだったらなんかね、機械とか使わなきゃね、機械とか支えとかね、きつそうだよね、12時間だとね。そうですね、ほんのちょっとでも予兆があったら撮るぐらいの気持ちで頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。西村さんの目標を言う時間はありません。はい、OK、はい、頑張ります。頑張りますどうも、10月26日の結果報告です。です。はい、昨日は、昨日史上最大の負け額を喫しましたが、でしたね、今日はいかがだったのか、はい、皆さん気になって仕方ないところだと思いますからね。気になる、気になるですよね、うん、今日はプラス2万1000円いくらかですね。はい、まあ、勝ちは勝ちでいいんだけどね、なんかそのなんですか、逃げ切りの言い方は。いやいや、まあ勝ちは勝ちでいいんだけどさ、はい、もう一回さ、あのめちゃくちゃ出てしまったことを経験してしまったわけだよ。ああ、もう取り憑かれちゃってますね。ええ、はいはいはい、もうあの出玉ジャンキーになってるからいいんだよ。ああ、うん、しょべーってなっちゃうね。ああ、まあこんぐらいじゃね。そうそう、嬉しいんだよ、すんげえ、すんげえ嬉しいけど、うん、まあちょっとね、もう足んないかなって思うよね。だって13時間打って、ですからね。うん、はい、もっとバカってさ、もう2万ポイント出たぜ、一撃でみたいなさ、そういうの欲しいじゃん。はい、調子乗ってますね、ちょっとねそんな毎回うまくいかないですからね。そりゃそうだね、それよりもね、はい、それよりも、はい、今日僕はね、ついに念願のね、窓間際を打ったんですよ。はい、そうですね、1台空いてるって言ってたから、まあ、まあ空いてる方だなと思ったから、まあ、本当は、まあ本当はですよ、西村さんに北斗8打たせて僕が打とうかなと思ったんですよ。あ、そうなの。だって、西村さんも北斗8の打ち方もほぼできるようになってきてて、あ、そうですよね、まだ窓間際、まあ金入りしも不完全ではあるし、まあ初めての台だから、絶対僕打った方がいいなと思ったんですけど、もうね、その導入した日からずっと窓巻き言ってるんでこれは僕が打ちますとは言えねえなとありがとう、ありがとう、マジでそれはあ、気遣ってくれてたんだね。そうですよ、それは。いや、もうそうかなとは思ってたんだけどさ嬉しそうに一体どうだって言ってきて、釘落ちる、釘落ちる、じゃあ僕が打ちますっては言えないよ、それは。まあな、まあな、それはありがとうございました、本当に、おかげですげえ楽しめた、僕もね、西村さんの隣が空いた時に行って打ったんですけど、まあへそは行ったんですけどね、やっぱり僕の感想、まずちょっと言うと、やっぱりまあ旧作もそうだったんですけど、へそが空いてるぐらいじゃ回らない台だなっていうのはちょっと思いましたね。で、旧作に比べるとやっぱり今作はひねり打ちの効果がまず薄れた、上アタッカーは決まりづらい、昇級、昇級多いけど、下は昇級は少ないけど決まりやすい、しかも時間効率がクソ悪い長いもんな、あれ常時の演出最後は当たるのかなという演出ボタンしたら、あの、ただのなんかカットインだったみたいなあ、ここじゃねえんだまだある、まだ続くんだみたいな長いね、ボーナスの演出も長いしな。
あのバトルの時に。ああ、バトル、そうですね、うん、確かに、うんうん、超長い。シンフォギアとかライターみたいな感じでもっとサクサクいってくれたらいいですけど、うん、うん、であれでなんか超速スペックだとか言ってね、えなんか期待されてるみたいなツイッターを見たことあるよ。どこかだろう。 V の時なんじゃない、アルティメットラッシュ中のこと言ってんじゃないかな、もしかして。ああ、まあそこだけはね、うん、ガンダムでもあるし、うん、ね、うん、どうすか、打ってみて、打ってみて。まあ少なく、まあ低めに言ってもね、うん、低めに言っても、うん、可愛かったです。可愛かった。控えめに言ってもよ、うん、もう全部可愛い、うん、全部マミさんもかっこよくなってたしさ、あの、うん、今回劇場版、もうアニメ好きの人しか分かんない世界に入っちゃうよ、入っちゃうけど、もう劇場版のアニメ、はい、まだまぎのもすね、うんうん、あのホムホムがあの魔女になっちゃってたっていう、そういう映画なんですけど、うん、まあね、ファンからすると、はい、めちゃくちゃ好評だったんですよ、あの映画。あ、そうなんですね、うん、グラフィックレベルもすげえ上がってたし、あの放映されてたアニメの中ではなかった、マミさんとホムラ、うん、アケミホムラがこう戦うシーンとか入ってたりするんですよ、うん、どっちもね強いんですよ、むっちゃくちゃ、うんうん、あの本作では出てこなかったんですけど、ね、うん、どっちも強いって言われながらも、うん、今回戦っちゃって、うん、それはとんでもないことになっちゃって、うん、とんでもなく美しいグラフィックだったっていう、へ、うん、まあ話も良かったですけどね、うん、その一部はちょっと見れたんで良かったなと思いました。はい、はい、ん、まあ全然聞いてなかったですけど。いいんです、もう自己満なんです、うん、これは、はい、良、まあ、かったですよ。まあね、連日そんな話はどうでもいいんですけど、なんで北斗8でね、期待時期おそらく2500、まあ、27回ぐらい回ってて、うん、しかも他の人の残してた電柱をもうめちゃくちゃしょってるんで、うん、期待時期2500円ぐらいの台を詰めてるんでね、うん、うん、すごいよね、うん、かなりいいと思いますね、うん、はい、明日も同じかなですね、うん、明日、はい、明日はね、本当は、まあ、予定ではもう1店舗の、まあ、7が強いと、されてるところにちょたま、一応2人とも預けてるので、うん、もう十分のぐらい、うん、そこに行こうとは考えてたんですけど、うんうん、まあ、17がそこまでだったので、うんうん、まあ、今日のスケジュール感で、うん、今日の店の北斗伊藤を狙っていくのが一番期待値詰めるかなと、うんうん、思うので動いていこうと思います、明日は。はい、じゃあ僕は窓マギスタートで大丈夫ですかね。いや、もう打たないです。窓マギは今日です、おそらく最初で最後です。はい、もう卒業、もう、はい、うん、十分でしょう、うん、一応25か6ぐらい待つよ。ダメ、いやちょっとね、まだ、まあ北斗との方が期待値高いんでね。まあね、そうね、うん、単純に考えてね、うん、いいだろう、はい、勝った方が楽しいですから。確かにね、うんうん、じゃあ明日は北斗か、おそらく。そうだ、そうですね、うん、はい、ただ編集も結構ね、また今日窓脇してもらって、そうなんだよね、はい、どんどん溜まってくる、うん、ねえ、ちゃちゃちゃってね、やれるもんだったらいいんだけどね。はい、頑張りますよ。はい、またダラダラ話しとるんで、これで。そうだ、終了でございます。はい。はい。じゃあ、バイバイ。チャンネル登録してね。